金森徳次郎金森徳次郎3月17日から1959年6月16日は日本の官僚政治家憲法学者岡田内閣の法制局長官第一次吉田内閣の憲法担当国務大臣初代国立国会図書館長も務めた愛知県名古屋市生まれ愛知市中旧政一公を経て 東京帝国大学法学部を卒業。高等文館試験行政課に合格し大倉省に入省、税務監督局属兼大倉属。1914年、法政局に移り、法政局参事官第一部長を歴任。この間、大学で法学、憲法学を講じ、帝国憲法要説等を表した。1934年、 岡田圭介内閣の法制局長官に就任するが、在任中に法制局長官就任以前の著作、帝国憲法溶接が、天皇期間接的であるという理由で、右翼勢力から攻撃を受け、1936年、辞任に追い込まれた。戦後は、貴族院直選議員を経て、吉田茂内閣の憲法担当国務大臣に就任。 帝国議会における大日本帝国憲法の改正審議で憲法に関する政府答弁を行った。特に有名な答弁としては国体についてのものがある。金森は国体を、天皇を憧れの中心として心のつながりを持って統合している国家であると答弁した。これにより国体は変化していないということを強弁し、国会を乗り切ることに成功した。 1948年、国立国会図書館の新設に際し、初代の館長に任命される。金森は、晩年の11年間この職にあり、その間、日本図書館協会会長等の職を務め、憲法や読書に関する多くの著書を残した。なお、国立国会図書館東京本館の図書目録ホールに掲げられている、真理が我らを自由にするの書は、 金森の記号による。1959年、国立国会図書館長を辞職した翌月に没した。エコノミストの金森久夫、地震学者の金森博夫は息子。娘、綾の夫は、宇宙物理学者で、東京大学名誉教授の中村淳二。東京帝国大学編、東京帝国大学一覧渋滞小元年、次大生二年東京帝国大学。 1913年、ページ。真理が我らを自由にする。国立国会図書館。2018年3月28日閲覧。平山周吉、江藤厚氏は蘇る旧、身長452016年4月号、官報、第2858号、付録、事例1922年2月14日。ありがとうございます。